はい、どうもこんにちは、バシート。はい、8月の22日からですね、ニューデイズっていうコンビニがあるんですけども、まあ、コンビニのね、駅中にあるコンビニがあるんですけども、そちらの方でミクちゃんとのコラボが、開始されます。はい。ではちょっと、ですね、こちら今、ニューデイズの公式サイトに来てるんですけども、こちらですね。はい。初見かけるニューデイズグッズ先行販売中ということで、先行販売中 販売期間が8月の22日から9月の4日の14日間で、期間中対象のニューデイズ20店舗にて初音ミクのオリジナルイラストを使用したグッズを数量限定で販売いたします。だそうです。で、イラストは、まあ、マジカルミラー2017メインビジュアル担当の生島さん、初音ミクのデフォルメキャラである初音ミクのキャラクターデザイン系担当、ゆきのたまごさんが、作成されたそうです。はい。で、対象ニューデイズはこんな感じで、東京と千葉と神奈川と埼玉、茨城、栃木でされるみたいですね。で、グッズの一覧はこんな感じで、A4 クリアファイル3枚セット&ステッカー全1種類が1620円、トレーディング缶バッジが全8種類で540円、ピック3枚セットが全1種類で、1080円ですね。で、アクリルキーホルダー全4種で1080円。で、ラワーパスケース全1種で1620円という、こういう感じになっておりますね。はい。どれも欲しいんですけど、そうですね。やっぱりクリアファイルは抑えときたいし、トレーディング缶バッジも欲しいし、アクキーもいいですよね。あと、ラバーパスケースなんかもいい感じですね。ピックは、まあ、記念で買ったりでもいいのかなって感じがします。まあ、とりあえずこんな感じになってますね。はい。で、さらに第2弾もあって、こちらが2010年8月31日から9月の4日の5日間ですね。わずか5日間ですね。秋葉原駅の期間限定ショップ、ニューデイズかける初音ミク野菜コラボショップ、およびニューデイズ、海浜幕張中央ですね、の初音ミクのオリジナルイラストを使用したグッズを数量限定で発売するという感じで、こちらが本当に期間限定みたいで、10時から21時で、ここか。ここでやるみたいですね。はい。で、31日から9月の4日の期間中、ニューデイズ×初音ミク野菜コラボショップ及びニューデイズ、海浜幕張中央店にて初音ミクグッズを5000円以上お買い上げのお客様にオリジナルトートバッグを各日、先着でプレゼントいたしますということみたいですね。トートバッグプレゼントか。で、グッズが、第2弾がこれですね。コンテナと等身大マルチクロスと、これすごいですよね。で、フルグラフィック T シャツと、トートリック、それから、ビーツタペストリーにマフラータオル、マグカップですね。なるほど。第2弾は割と高値のものが多いですね。コンテナ8100円、マルチクロスが、全2種です。1800円。で、さらにフルグラフィック T シャツが7560円で、トートデックが8100円。タペストリーが比較的安い方ですね。3240円で、マフラータオルもまあそこそこで2160円で、マグカップが1620円って感じですね。なるほどね。マルチクロスがちょっと気になるな。まあ、とりあえずこんな感じになってみたいです。8月の22、来週の火曜からですね、多分争奪戦になることが予想されます。 第1弾だけでも結構いいですからね。うん、この辺は比較的手が届きやすいからいいんですけど、第2弾が高いな。まあ、第1弾はとりあえず買いに行く予定なので、そうですね、手に入れたらレビューしたいなと思います。そうですね、忘れずに、行きたいですね。というわけで、初見かけるニューデイズのグッズ先行販売ですね。先行販売というか、グッズが、販売されるの、紹介でした。まあ、野菜の日ということで、ね、面白いですよね。語呂合わせもなかなか。こういったイラストも可愛いからいいですよね。楽しみにしたいと思います。というわけで、紹介したのがシート、ミクでした。はい、またねー。またねー。ミクとパシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。